金ミノルは、朝鮮の独立運動家、テロリスト、郷は秋岡。1924年の二重強爆弾事件で、無期懲役刑。1928年に告死した。二重強爆弾事件の記事継承同安東軍生まれ、学業優秀な少年時代を過ごす。昭州市の初等学校の教員を経て、金山地方法院書記兼通訳。 北京当たる省法律事務所招集出張所職員を務めた。1919年に朝鮮独立運動に加担して、1920年に中華民国に亡命した。1922年夏に義烈団に加わり、上海、北京などで独立運動を展開した。12月、陰日の枝間、流出源と共に、白城,城は形城地裁判事に、 抗日活動資金5万ウォンの提供を直訴し、2000ウォン共有の約束を取るも密告され、受け取りに行った院が逮捕される。1923年1月頃、爆弾数十個を上海からソウルに輸送する。同容疑で、義列団関係者が大量逮捕されるものがあれ上海に戻る。12月20日、帝国議会に出席する日本政府高官を狙撃しようと上海を出発し、 31日、福岡に到着した。この時、小林寛一という人物の助けを受けたという。1924年1月3日、東京に潜入したが、帝国議会の開始が無期限延期されたという新聞記事を見て、計画を変更して、皇居に爆弾を投げ込むことを計画。一月五日に二重橋から皇居侵入を試みたが、巡査に発見され、爆弾を投げ、 さらに侵入しようとしたところ、この衛兵に遭遇、爆弾をさらに二つ投げて逃走しようとした。三つの爆弾はすべて不発だったため、巡査とこの衛兵に怪我はなく、その場で逮捕された。裁判において、彼の弁護士、伏瀬達辻は、朝鮮民衆全体の医師を代表した人であり、爆弾が不発だったことから無罪を主張したが、金は、裁判において、死刑か無罪を主張し、 検察も死刑を求刑した。裁判所は一点に審とも、無期懲役を言い渡した。勤務は上告しないと主張したものの弁護人によって、上告されたが、上告は棄却され1925年8月12日、無期懲役が確定した。1927年、大正天皇御体操による恩赦で、懲役20年に減刑。1928年2月20日に、 一ヶ谷刑務所で服役中に死亡した。1962年に大韓民国建国勲章大統領賞を追伸された。ありがとうございます。